はい、こんにちは、桑原瀬太です。じゃあ今回の続きですね、強気スニ楽器の姫ルート年越して乙女さん解説とからやっていきます。今実家から戻ってきたぞ。あ、乙女さんお帰り。ちゃんとした生活を送っていたか。一応は。どうせテレビばっかり見てたとかじゃないだろうな。そいつはねっす。さすがに三が日はテレビを見てたけど、それ以外はしっかりと勉強鍛錬をしたぜ。ん？部屋の四隅を見始める乙女さん、少し不衛生になってるな。掃除機はかけてないのか。ルンバが、いやかけたんだけど多少ホコリが残っているぞ。ありゃ、今度俺の顔を見てくる。動くなよ。ん？顔色はそこまで悪くはないな。どういうこと。伊達にご飯は作ってもらってたのか。適度に作ってもらってきた。あれだけ行く前に伊達に頼るのはやめろと言っていたのに。向こうがやりたいんだよ、そういうのは。まあいい、一応平均値以上の生活を送っていたと見える。それならよかった。さて、私は不衛生な場所の掃除をする。その間お前はロードワークに行ってこい。了解。さて、明日から新学期だな。やだな。でも姫に会えるね。どうしたのエリー。実はヨッペイにだけは言っておくね。もしかしてかなりびっくりする。ヨッペイだったらびっくりするかも。お見合いでもアメリカ行きますとか。うん、ちょっと待ってね。うん、大丈夫。何を聞いても驚かないよ。本当に。そう。それじゃあ話すわ。あなたの両親を惨殺しましたとか言うても、うん、私対馬くんと別れることにしたんだ。前も聞いたよ。それは対馬くんとエリーが別れることになったんだ、うん、でも、だってあれだけのろけてたのに。前言うとったやん、別れるって。私も確かに対馬くんのことは好きだったわけどね、私の野望の邪魔になるの。邪魔になるのなら、その障害となるものを排除するしかないでしょ。だからもう沈み立って。そんな、それでエリーは納得するの？もう、自分の心に言い聞かせたわ。それに、私はこれ以上迷わないって決めたから。そうなんだ。けど、対馬君はそれで納得するのかな。納得させるわよ。野望と夢はイコールで結ばれることがなかった。つまり私の野望に対馬君は入ってこれなかっただけの話で済ませばいいのよ。けど恋心ってそんな理由じゃ納得できないと思うよ。理由なんてどうでもいいの。もう決めたんだから。ああ、でも対馬くんと自分の将来をテレビにかけて自分の将来を取ることにしましたって言ったら、対馬くんもあんまり強く言え出れへんのじゃない。私の決心はもう鈍らない。てかちゃんと言う、まあ、丁寧に説明してあげるのが対馬くんへの救いじゃないか。せめてもの配慮なんじゃないかな。朝の爽やかな通学路、冬休みを無駄に過ごしたかのような表情の生徒、日常で過ごした生徒、いろんな表情をした生徒が登校してきている。それでは新しい年を迎えましたので、一番最初の出席は私が取りますわ。普段から出席取ってくださいね。あと一番最初は頭痛が痛いですよ。いつも取るよ先生。いない方がいたら教えてくださいな。はい、私いません。なんかいないね。ほんまよ、姫が休みってのは珍しいわ。そうでもないよ、何回か休んどったよ。ルーピーは何も聞いてないの。何も聞いてないよ。なんで私はを強調するんですかね。か、なんか2学期の終わりから結構休んでるよな、姫って。もしかしてよ、どっかの財閥のご子息と結婚の話でも進んでたりな。進んでるんですよ、それが。おい、姫の内定である俺がその方を認めるわけにはいかない。なんだよ、で結構どうしてよ。ああ、ごめんごめん。対馬、お前は何か知ってるのか。いや、何も知らん。みんなでやってないんだった。お付き合いはシークレットだった。
ただそうやって決めつけるのはどうかと思ったからさ。別に決めつけてないやろ、うん、だよね。あいつどうせ姫にむっつりだからよ、かばおうとしてるんだぜ。冗談半分で言っただけやんな。なんとでも言えよ。そう、俺は姫に忠誠を誓ったナイト。俺が姫を信じなくてどうすんだ。姫が休んだと聞いたぞ。うん、休んでた。もくもくと晩ご飯のおにぎりを食べながらの会話。お前は何も聞いていないのか。何が。キリアカンパニーの噂がいろいろと取り上げられているのを知らないのか。何、そろそろ経営が傾いてきとるとか。どこぞやの御曹司と婚約をしたとか、そんな話題が出ていたからな。お前の方にも連絡がいっていると思っていたがな。いや、何も聞いてないよ。なんだろこの不安は。なんか連続で姫休んでね。インフルエンザかな。そうやな、なんかあったんかな。ん、ヨピー、なんかしねえの。エリーのことは何も知らないよ。エリーのことは。カニ様、そんな詮索するもんじゃないぞ。わかったよ。やっぱり気になる。電話にすら出ねえ。姫の目に何かあったのかな。不安が募る一方だ。お昼、どうも考え事をするときはここに来る癖があるようだ。と言っても海を見て気分を発散するだけなんだけど。あの、対馬くん、ここにいたんだ。ここにいますよ。エリーのことが気になるんでしょ。そりゃあね。そうだよね。やっぱり恋心はこんなやり方じゃ切れないよね。何言ってんの。今から言うことでショック受けないでね。それは内容による。俺のことあざからうかのように風が吹いた。俺は走っていた。姫の家に向けてとにかく走っていた。授業中だが、そんなの関係ねえ。姫のやり方には納得がいかない。何も言わずに終わらすだと、自分の野望に俺の目は交わらなかったから捨てるだと、そんなこと納得いくはずがないだろ。せめてちゃんと言ってあげやんとな。私がエリーの家に行った時にエリーから聞いたことなんだ。対馬くんのことは確かに好きなんだけど、やっぱりエリーの野望の障害になる。だから対馬くんとはやっぱり一緒にはなれないって。野望は結局夢に交わることはないって。それいつ言われたの。冬休みが終わった時くらい。冬休みが終わった時くらい。それじゃあ姫が顔を出さない理由ってのは、もしかして心に募っていた不安がだんだんと苛立ちへと変わり始める。蹴るな。え？え？ふざけるな。このバナナ。急に大声出して脅かしてしまった。ううん、大丈夫。けどいきなり思い出されて驚いたよ。ごめん。けどさ、姫のそういうやり方は気に食わねえ。それが俺の本音。心の底から湧き上がる本音だ。俺行ってくる。対馬くん、もうすぐ授業始まるよ。適当に考えといて。こういうことを言われて、俺は姫の家に向かって走っていった。とにかく伝えたい。こんな終わり方でいいのか。と言ってもこのまま基地内に入れば間違いなく張り倒されるしな。何も考えずに出てきてしまった。さて、どうすっかな。もう対馬くん、走るの早いよ。あんたも来るんですか。佐藤さん、どうしてここへ。走り出してもここに入れないのは目に見えてるのに。ヨッピーやったら入れてくれんの。ここに入るなら私が何とかするから。何とかできんの。ここは私に任せてて。学校の方は。おお、よすいみさん。うちみです。よすいみさんでした。どうかいたしましたか。エリーに会いたいんですけど、今日エリーっていますか。いますよ、よすいみさん。はい、これで中に入れるから、あとは自分の気持ちをエリーに全部伝えてきてね。自分が何とかする言うて割と普通やったな。ありがとうね。うわー、基地内に入っちゃったよ。よすいみさん、あの人誰ですか。よしみです。今年で引退します。部屋の中は分からないけど、とにかく部屋基地内、敷地内を走り回った。分かった。ここでもない。
なんかこんな無役見当たらに開けまくっとったら通報されるね、これこと。姫、なんで津島くんがここにいるわけ。なんでこんな商店街にいるの。商店街も基地の中なん。いたじゃないわよ。なんで津島くんがここにいるのよ。姫に言いたいことがあったから来たんだよ。私に言いたいこと。俺に何も言われずに別れるんだって。そうよ、私の野望は津島くんの思い描く夢と交わることはないからよ。俺の夢と姫の野望が交わることがない。そうよ、あなたの夢は私の中にはないわけだから、だから私の野望を邪魔しないで。だったらなんで、なんで急に商店街からなんかこんななんか和式の部屋家に移動したん。私は泣いてない。だったらなんでよ、なんで私の前に出てくるわけ。忘れようとしてるのになんで私の前に出てくるわけ。俺はさ、どんなことがあっても姫のことが好きだから。俺はさ、これからも姫のナイトだから。津島くん、私も津島くんを、けどもうダメなのよ。何がダメなんだ。俺はずっと姫といたいんだ。津島くん、俺と一緒に出よう。出るってここ。キリアカンパニーじゃなくたって野望をつかむことはできる。ほんとさ、津島くんごときにこんなことを言われるなんて。津島くんごときでこの責任負えるん。津島くんごときにね。本当にね。本当は分の悪い賭けは嫌いなんだけどね。津島くんとならやっていけそうな気がする。いろいろとはね、まずやられやばいと思うよ。いいわよ、最後の最後まで付き合ってあげるわ。その代わり、私を後悔させたら速攻で津島くんを阿武隈川上流にビニールテープで吊るしてあげる。多分それじゃ済まへんと思うよ。なんかすっげえ怖え。ほんじゃ行こう。うん、多分キリアカンパニーのお父様あたりが出てくると思うけどな。もうこの手は離さない、絶対にだ。そういえば髪切ったんやね。津島くんのことを忘れるためよ。それと津島くんじゃなくて俺にもかっこいい名前があるんだけど。そうね、気が向いたら呼んであげる。あ、エンディング。未来が導くメロディーを口ずさみ、結局どうなんのこれ。絶対これ、あのレオくん、東京は松笠湾に沈むと思うけどな、これ。ていうか、相手のさ、その相手の財閥さんの方が黙ってねえ野郎でさ、これ絶対それでなんか消されるんじゃないかな。消されるというか、あの消えざるを得やん状態になると思う。いろいろとなんか闇の圧力みたいな感じで。あんま喋ることねえな。まあゆっくりこれ眺めてりゃいいんかな。もうちょっと続くと思ったけどな、これやけど、うん、カニの時で3学期入り込むぐらいしょったやろ。だって急に終わったな。この後どうなったかみたいな話を知りたいけどな。ね、お見合いドタキャンして抜け出しました言うて、それで進むわけでもないやろうしさ。もう親からまあ見捨てられて学校にも来れませんでしたみたいなのあるかもしれんしさ。このイラスト知らんぞ俺。
まあこの辺のこの後日談で見ればいいかな。ここは俺の家、そんで俺の部屋。バイ。やっとお目覚め？あ、ここで出てくるのな。おはよう姫。寝すぎよ、レオ。家のカーテンをがっつりと開けて俺の方を見下ろす姫。俺はあの時姫を連れ出した。そしてこうやって一緒に過ごしている。考えると俺ってキリアカンパニーに喧嘩売ったんだ。そうやで。そんであの後イスバルに命知らずって言われたんだ。なんならその相手の財閥でも喧嘩売っとるからな。けど姫は本当に良かったのかな。ねえ姫。何よ。後悔してない？後悔させないって言ったのはレオでしょ。そうだったね。私は私の力だけで掴んでみせるわよ。どんな状況であっても野望は捨てない。そして私の野望とレオの夢が交わるのよ。姫の野望と俺の夢がイコールで結べれるようになるくらい頑張るよ。そうね。レオも付き人になるからには私を守れる肉体とある程度の楽は身につけておくのよ。今も努力してるってば。そう。それじゃあ少しくらいは頼りにしてるわよ。少しくらいね。おう、任せてくれ。さて、反撃ののろしをあげるわよ。こっから俺も全力で手助けするよ。どんな状況であっても野望は捨てない。敵はかなり手強いよ。それでヨッピーと乙女先輩に銀ちゃんを呼んじゃって最強の部隊を作るから。何ですか、軍隊でも作ろうとしてるんですか。どんな状態であっても自分の器を試したい、試し続けたい。どんなことがあっても自分の心の中に掲げた野望は捨てない。そして好きな人の夢も決して捨てない。野望と夢は同じなんだ。お、ああヨッピーが攻略可能になりましたって。はいはい。今の次のサムネかな。あ、しまったな。じゃあスクショ取っとけばよかったな。かわいい娘よ、お誕生日おめでとう。どうやらセレブさんの誕生日みたいでね。レオ君と素直ちゃんの誕生日の日にカニ編の最終話撮って、ほんでセレブさんの誕生日に最終回撮っとん、あの姫編のラスト撮っとんのや。たまたまやけど。まあこんなわけで、姫ルート終わりましたんで、次からヨッピールートです。では、お疲れ様でした。バイバーイ。